アロハ。こんにちは。今日もサンパライブです。ハワイ島ヒロからお届けしています。こんにちは。アロハ。今日はお天気ですね。まだ春の風が吹いているようなヒロです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はヒロのリリオカラニガーデンというところに今来ています。こんにちは。ビビエルさん、レオマーコさん、マユララさん、こんにちは。ションさん、こんにちは。こんにちは。ダックテイルラブさん、ミリアスガーさん、カズミシントニさん、いつもありがとうございます。おはようございます。ヒロクサ8123、87アケミさん、アロハ。あ、かっこいいあの車見て、見える。あ、ほんとかっこいい。かっこいいあの黄色い車。なんかオールドスクールだね。ーズームできる、ズームできる。うん、できるよ。かっちょいい、これ合うね。なんかもうあのキューバみたいじゃない。うん、合う合う、かっこよかった、ね、今の、ね。皆さんこんにちは。ハワイ島ヒロからお届けしています。おはようございます。今日日本は日曜日ですね。そうですね、日曜日の朝10時頃でしょうか、ね。日本以外からも見てくださっている方がいたらありがとうございます、ね。アロハ。それではじゃあ今日もお散歩していきましょう、ね。どういうルートで行こうか。ここどこか行った、うん、ここリリオカラニガーデンです、うんうんうん。あそこにね、あのほらあのハワイらしからぬ、あのそう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 、ね、こう朱色の茶室みたいなやつがね、うんうん、橋みたいのがあります、ね。あのここはリリオカラニガーデンといって、リリオカラニっていうのはハワイの王朝の最後の女王の話、あの名前ですね。でその女王が、作った日本庭園です。ここは、まあ、日本庭園といえどもハワイの人が作ったので、いろいろな、まあ、中国っぽさがあったりとか、なんかちょっと日本では見られないような日本庭園が見れるところです。そうだね、うん。行ってみる、行ってみましょうか、ねね。あそこのなんかとりあえずあの紫式部の、ん、紫式部がいそうな、どこ、あのなんていうの、昔の時代みたいな、昔の時代みたいな、なんか橋、赤い橋があります。よし、行ってみよう。あれのなんていうの、あれのなんていうんですかね。誰か知ってる方いたら教えてください。なんか石の橋みたいなの上に赤いね、なんか建物っていうの、そうそう、なんか、ね、こういうね、灯籠もあります、うん。あ、東屋だって。 あれが東屋っていうんだ。えいこさん、ありがとうございます。そしてこんにちは、初めて。あれが東屋なんだ。あ、鳥がいるよ、鳥が。あ、本当だ、鳥だった、まあ、いいな。ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。東屋、多分忘れないな、うん。プルメリア、こゆさん、お久しぶりです。退院して療養中です。すごく癒されます、ハワイを感じます、だって、うんうんうん。ありがとうございます。こういう感じで灯籠があって、こっち側はずっとね、うん、あそこの綺麗だね、池があって、 あそこには橋があります。今人が渡っているところです。この池、うん、池はあの海とつながっています。すぐそこが、うん、ヒロ湾なんですね。なのでその海とつながっているところなので、あの満ちたり引いたりします。そうそう、なので潮が引いてるときはここも引いてるよね、うんうん。今日は満ちている方かな。そうだね、満ちてる方、ね。あそこにネネがいるよ、ほら、ね。あ、本当だ。皆さんちょっと遠いんですけど ね俺たちが向こうに着くまでいるかな、うん、いるかもね。ちょっと行ってみましょう、ね。秋章797373、いつも動画ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ見てくださって、ルナ036303、こんにちは。あ、ここいいね。ここ今ね、それこそ東屋ボル1みたいな感じ、いろんな東屋。見て、あの子かわいい。あ、ほら歩いてる。皆さん見えますか。ちょっとなんかね、ズームズームできるかな。かわいい、かわいい、かわいい。ほら鳥、めっちゃ可愛いんですこの鳥、ね。足が細いな、細い細い、折れそう。可愛すぎる、可愛い。こっち来ましたね。来た来た、おいでおいでおいで、おいでおいで、カムカム。可愛すぎ、可愛い、ね。
あれ？もう最高の撮影スポット。おーすごい、自然観察みたいな感じ。かわいいですよね。あ、なんか食べてるね。めっちゃかわいい。何食べるんだろう。魚？虫かな。ね、足細い。めちゃめちゃハートが来てたこの子に。いや、これは来るでしょう。かわいいもん。ありがとうございます。あとかっこいいね、正面から見ると超かっこいいね。かっこいい顔。ハンサムだな。ハンサム、ハンサムドリを見つけました。いや、あのくちばしの鋭さとかいい感じじゃん。ほら、お、陸に上がってきましたよ、うん、よく見たらなんかヒョウ柄だし、うん、この子を追います。あ、いや、もうでも溶岩にこう、ね、あれして見えなくなっちゃった。今ここいたらわからないぐらい、うん、小橋鳥って言うんですか。小橋鳥っていうの、うん、小橋鳥、うん、ありがとうございます。詳しいですね。詳しい皆さん、すごい。本当、私たちが知らないことをたくさんフォローしてくださってありがとうございます。かわいいな。あ、ちょうど人が、うん、あれで今こっちあれだから行こうか、はい、今ここの橋をね渡ってみたいと思います、うん、こんな感じでね、とっても気持ちがいいところです。こういう風に、ね、今日は満ちているので、あ、途中がちょっと陥没してるね、そこ。鯉とか魚もいます。海とつながってるので魚もいるんですけど、今日はとっても満ちてて中が見えないですね。でもとっても澄んでる時は中がよく見えます。すごいね。カメラ持ってあげる。じゃあお願いします。ちょっと待って、落ちそう、はい、どうぞ。花から見るかな。面白い。 OK、 はいはい、大丈夫大丈夫。もう俺はもう草履だし。ユッフー。こんな感じでもうびっちゃびちゃ、もう潮が満ちてるからもう、あ、ね、あれですね。こんな感じでトルコにいます。あ、朱色のあずまやに来ました。たった今覚えた。そう、たった今覚えた単語、あずまや。はい、ショーンさんのハワイアンパンツ素敵です。だって、これ黄色い、ショーンさん今日はですね、黄色のイエローバナナリーフっていう柄を履いています。とってもすごい可愛い柄ですよ。私も好きな柄です。明るくなるよね。うん、パッと明るくなりますね。あやちゃんのは、私は今日はですね、はい、お願いします。あやちゃんのはこんなです。私はこんなです。モンステラの柄とレイがありますね、うん、ちょっと今日は風が強いから肩にはストールを巻いて、うん、そうですね。ありがとうございます。 Hello from Miami だって。マイアミ、わー、wow, thank you, thank you. ヤシの木と日本庭園のコラボが癒されましたって。そうだね、ちょっとこう不思議な感じだよね、うん、そうですね。ちょっとここ降りてみたいと思います。ここも民宿広から、ね、10分ぐらいかな、民宿広から、ね、のところです。ここにあるのは本当全部溶岩です。溶岩がこういう風にあって、もうその中にこういう公園があるという感じですね。今日は週末なので、本当に人がたくさんお散歩しています。みんなマスクはつけてないですね。自然の中みんな楽しんでる様子です。ここにあるのは大きい松の木ですね。とっても綺麗です。こういうヤシの木があったり、マンゴーがあったり、
そしてその向こうには鳥居があったりします。 いろんな、なんか自然と鳥居とかのマッチしてるのがすごく面白いです。どうした、ショウさん、なんか見つけた？今なんかこれなんか不思議だね。そうそうそう、この身触ってたら爪の間に入っちゃったからちょっと大丈夫これは何だろう、お花みたいですね。これも日本にもあるのかな。これね、不思議なんですけど、あの黄色と、そう、赤がね、ここ黄色、ここは黄色だし、こっちには赤が咲くんですよ。すごい不思議、こう見るとすぐわかる。皆さんすごくないですか、これ。これ赤かだけかと思いきや、黄色も、これは同じ木なんですよね。だから不思議です。同じ木にこの黄色の花と赤い花が混ざって咲いています。本当に同じ枝から出てるのにな、ね、不思議です。こっちもなんか可愛いですね。何のお花でしょうね。可愛い。あとあれ、あそこにあれが咲いてる。ん？あの木のハイビスカスみたいなやつ。あれ何つんだっけ？本当だ。ね。この季節にしか見れないね。不思議ですね。葉っぱは椿みたいですね。確かにさっきのこの木は。そうそうそう、ね、面白い。似てるよね、確かにね。うん。俺これ好きなんだ。何？あー。あー、綺麗だね、ここいつも。こんな感じで溶岩です、全部下は。そしてすごく低木ですね、低木が並んでいるところがあります。この木なんですか、ションさん。これはあれですよ、モンキーポットのちっちゃいやつですよ。モンキーポットの小さいやつ。モンキーポットじゃないんだけど、アカシア。このお花が咲くの、俺この花が好きなの。へぇ、ちょっとあんま咲いてないね。でもね、今あんまり咲いてないですね。こんな葉っぱです。あ、咲いてる。ちょっとしおれちゃってるね。そっか、今あんまりシーズンじゃないのかな。ほんと、あ、でもかわいい、ね、ちょっと髪の毛みたいな。ほんとだ。それがもっとふわーって咲くんだよね。うん、確かに。こういうのが咲きます。もうちょっとの放射状にこうね、ふわふわふわっと伸びてかわいいんですけどね、うんうん、こういうアカシアみたいな形の葉っぱですよね。あ、タグマみどりさん、そうです、今日はリリオカルニガーデンです。今いるところは、ね、あとはね、ツツジもありますよ。ツツジも咲いています。かわいいな、それ。カモが、あ、カモが本当だ。皆さん、ここにカモがいます。かわいい。これはマンゴーか。うん、この今ある、ションさんが教えてくれたのは、この、大きい木ですね。ツタが降りてきている。これが、マンゴーの木です。ションさんがそこにいてくれると、ちょうどわかるかもしれない。こんな感じで、とっても大きいですね。とっても大きくて、とっても大きいんですけど、こういう大きい木が、本当にたくさんあるから、このなんか、何これ、なんかすごい丸い、うん、コブがあります。こっちはツツジです。おお、すごい。本当、もうここなんか岩止めてんだぜ。あ、本当だ。ここの木から下は自然の堤防みたいな。本当だね、確かに。ずーっとここの岩まで止めてしまう大きい根っこですね、これは。うん、大きいですよ、本当に。リダリダさん、エイコさん、すごい、これね、大きいですね。木登りできそうですね。
ツツジも大きいだって。確かにツツジもこんなにねワイルドになるとはって感じですよね。日本とかだとあの住宅街とかに植わってたりするけど、なんかすごい木みたいなになってます。はい、気をつけて。うん、なほくさん、なほこふさん、あやさんとしょんさんの声を聞きながら庭のお手入れしてますって。とても心地いいですって。いいですね、春になったから少しやりやすくなったのかな。今そうだね、僕たちも庭やってるもんね。そうですね、外に出ていろいろ、雨もだんだん落ち着いてきたので、ね、やるにはいい季節。うんうん、この木はよくこのお散歩ライブでは遭遇するアフリカンチューリップという木です。あ、今ちょうど花が落ちてきたんですけど、この上にあるオレンジ色の花ですねが下に落ちてきています。そして本当にいろんな景色がいろんな角度から見える大きい公園です。こっちに今ショーンさんが行っているのは黄色い竹です。イエローバンブー、すごい、またここでは違った風景ですよね。すごいね、ションさん。すごい、あ、ここの中入ってみたい。なんかさ、友達の昔小さい時に裏山でさ、こんなとこあったな。あった。でも日本にはこういうイエローバンブーはないよね。うん、このね、そうそう、これ黄色い竹ね。ね、これほんと神様のいたずらみたいだよね、これ、うん、ここに線が入ってんの、こうやって、うん、一本一本線が入ってる場所が違うの、こうやってね。まるでなんかこうペンキを垂らしたかのように、うん、ね、ほらこっちにもこうやって線が入ってるね。こういうとことかほらもう日本線とか入ってるけど、これ自然なんですよね、うん、自然にできてるってすごい、ペンキを垂らしたみたいな、ね、うん、見て、ここに名前が書いてあるハートにこう刺さってる。ほんとだね。うんうん、うわすごい、この綺麗だね、竹林。やっぱりここなんか、うん、カップルの角度なんだ。なんで？カップルが。あ、なるほどね。いろんな人のサインがしてある。ほら、いろんなとこにあるよ。うんうんうん、名前。ほんとだ、あれだね、日本にもよくあるよね。すごい、何々15年とかもある、私が来る前のやつ、うんうん、15年前のあれ知ってる？あそこカウマナケーブっていうさ、うんうん、洞窟があるんですよ、うん、ね、カウマナケーブ、ね、そう、カウマナケーブの中行くとね、うん、1800何年のサインがしてあるよ、今みたいなやつ。1800年。うん、そう、なんかすごい、ジョン三条みたいなやつ、うん、ほんとほんとジョンさんが来たと。うん、これも日本からの贈り物だね。うん、灯籠ですね、うん、これ藤田さんから、藤田、いい小川さん、え、ってことは藤田さんと小川さんからってことかな？じゃない？うん、ね、ドネーションじゃない？多分。あ、タケノコ。え、タケノコ？タケノコって言った？見て、ほら。ほらほらほら。お前今伸びてる最中。あ、本当だ、本当だ、タケノコだ、ね。これすごいですね。もしかしたら明日の朝にはもうあんな高くなってるかも。一晩にして伸びる。すごーい。うん、え、毛が生えてる、うん、ねえ、うん、ここがもう生まれたてのまだち、これがメリ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 ってすごい伸びていくんだよね。すごいね、本当。へえ、面白いものが見れますね。こっちにさ、今あったこの灯籠にさ、うん、あの鹿が描いてあった。そう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 、これは何だろう。そうなんだろうね、雲だね。うん、うん、ハワイなのに日本の風景、かぐや姫いますかって。いやいやね、ほんとね。竹林。ダニエルの面白い。竹の子もでかいって。ね、ほんと。ねえ、うわ、こっから見えるあの木すごいね。モンキーポッドすごいね。モンキーポッドすごいですね。大きさが伝わるかな。ね、とにかくすっごい大きいです、この。あの根っこがいいよね。このもう、下が溶岩でさ、もう下に潜れないから。潜れないからね。上に出ちゃいましたみたいな根っこがさ、見えちゃってるとこがすごい。なんかこう、ああいう
宮崎駿的なさ、なんか ラピュタとかであのシーンあったじゃん、うん、なんか根っこがさ、うん、なんか巻きついてさ、うんうん、岩とかにあったの、うん、こんな感じです。最近ああいうの見た？そういう最近ね、早尾さんのやつ、はあ、ポニョ見た。ポニョ見たんだ、うん、面白かった。面白かった、うん、ポニョも見ましたね、うん、行ってみましょう。うわ、すごい、やっぱり大きいな。ショーンさんのハワイアンパンツとイエローバムがリンクしてて、そうですね、クリームありますよ、マミコさん。ハワイアンサイズのタケノコでした、本当に。本当に日本の人がたくさんいて、ゆかりが深い場所なんだなってすごくわかる場所です。ヒロの中でも特に。すごい、この根っこ、ね、おすごい、本当にこの階段の大きさとかと比べたらすごいわかるかな、ね、うん、階段よりでかいもんね、ね、圧倒的に、うん、根っこの方がね。鹿は神様の使いなんですね。奈良とかにいるとそういう話もよく聞きますよね。お、ね、見て、あそこくねくねしてる。どこ、ここの何、枝が、本当だね、そこね、枝がもうくねくね、うんうん、面白いね。あ、すよく見てみれば他のところも結構くねくねしてる。そうだね、うん、おー、そうなんですね。テレビでハウルのね、金曜ロードショーでやってたみたいですね。あ、本当、うん、ハウルの動くし、ハワイアントトラもいるかもって自宅の隣が宮崎駿さんのご本家なんですって。へ、ご本家って、宮崎ワールドの古い料亭がありますって。うーん、そうなんだ、すごい。へえ、あの人はもう本当世界の宮崎になっちゃったもんね。本当です ねこっちの子供もみんな知ってるもんね。うん、うん、とてものんびりな時間が流れています。まだリリオカラニガーデンの中にいます。面白いのはこういう風にシーサーみたいなね、あの狛犬がいるんですよね、うんうんうん、リリオカラニガーデンにはこんな風にいます。アウンですね、アウンのこっちがアですね。ウンもいます、向こうに。こっち側がんです。じゃあこうやってぐるっと回っていきましょうか、うん、あれ、うん、はい、あれできてるかな、あのボトル、あーできてるかな、ねえ、貧しかった時代の日本人がハワイへたくさん移民していたそうです。そうですね、日本には帰れないから墓石だけは日本を向いていると聞きましたね。そうですよね、本当に。うん、これ今これボトルウォッシュなの何の話、これボトルウォッシュ、そう、ただ今花が生えてないんだけど新芽が出てて、ちょっとこれ触ってごらん、もうびっくりするよ。新芽、うん、触ってごらん、これ、お、お、わ、すごい、すごいでしょ、この柔らかさ。おお、これはすごい、柔らかい、ツルツルだし、もうほんと繊細の、もう赤ちゃんのお肌みたいな感じですね。ね、これはバトルウォッシャーという不思議なお花が咲く、ね、結構特徴的なあるお花だよね、うん、これはね、木なんですけどね。
あ、ありますよ。そう、あのボトルウォッシャーってあのペットボトルとかを洗うあのなんていうのたわしみたいなのありますよね、細長い。ああいうお花が咲くのでボトルウォッシャーと言われています。この公園の今向こう側に車がいるんですけど、その向こう側がもう広の海です。海だね。今あそこヨットが走ってる。あ、ね、ヨットがさこの端っこに、うん、さっきの東屋の向こうに見えますね、うん、いいね、いいね。クルージング、クルージングしてますね、ヨットが。マウンテンオーキッドが咲いてる、ね、ちょうどここに行くと見えるかな、この紫のお花です。こういうお花です、うん、マウンテンオーキッドですね。本当に花だからね。あ、そっかそっか、ちょっと花びらつぶさないで、弱いのかな、うん、弱いと思う。試したことないんです ね、 ね、ちょっとやってみる、ね、やってみよう。見つけたら今度すごいなんかギルティーになりそう。お花見せる、ね、でこっちにまた日本の木造の建物があるんですけど、これはこれはあれだよ、人間国宝みたいな人が日本から来て作った茶室だよ。これは茶室なんです、うん、なんかどっか書いてあるよ。あ、向こうに書いてあるね、うん、その隣には大きいバニアンツリーがあります。 裏千家とか。そうそう、京都の多分お茶の裏千家の方が建てた茶室、ね、うまく言えない。茶室、あそこでお茶飲んでさ、うん、ここの景色、こっちの向こう側の景色、あ、ここ今後ろ、うん、この向くとこうです。もう海が見える茶室ですね。ちょっとこの木切んないとね、そろそろね、うん、ビューね、そうです ね、こういう感じです。本当に日本パッポって出てきたような場所ですね。あら、こういう技術わかる、これも日本ならではの。へえ、何これ。このさ、石をここやるね、うんうんうん、でそのまあ要するにほら、地面にこの 柱をつけないから、あ、まあ、柱は腐らないしさ。なるほど。そうへえ、うん、すごいね。でもこの雨の多い広でさ、うんうん、この木造の、そうだね、本当これをキープするのは大変ですよね、うん、なかなか。これなんだろうな、この木は。あ、私の父は裏千家に勤めていました。ハワイ大学で講師をして、うん、私はそこで生まれたんですって。本当だ、浴衣屋もいらっしゃいます、うん、ここにほらお水のあれもあるんだよ。おお、あまり僕お茶のこと知らないけど、うんうん、なんかあのやりやすいよね、へえ、すごいね、これも石をさ、すごい ね、石を削ってるんだね、うん、とっても心が安らぎそうな場所ですね。ここで可愛い葉っぱだな。横にはこの大きいガジュマルの木があります。バニアンツリーと言います。そう、木造建築がこんな風に広にはあります。こんな感じです。あ、鶏が出てきた。鶏が出てきた、茂みから。鶏が遊びに来てましたね。あ、説明書きがあるのかな。あ、書いてあるよ。このお茶室は小老庵、うん、茶室小老庵は茶道裏千家第15代千
書室先週先週ごめんなさい読めない家元より寄贈されたものです。ものです。ね、千書室かな。なんだ。千書室。難しい。これ要するにあれでしょ。お茶の名前でしょ。うん、あの喪失だって。いや喪失か。千喪失。喪失。ありがとうございます。そうなんです ね。こういう場所もあるので、ぜひ広に来た時はこのガーデンを歩いてみてください。ね、うん。こういうところの石もね、全部削ってあったりとかしてね。本当だ。これとかもどうなのか。へえ、面白い。ね、これほら丸があって。うん。本当だ。よく詳細見つけたね。すごいですね。いや、このの全部削ってるはずよ。あの綺麗にいい形にするようにきっと。なるほど。うん、面白い。ハワイの茶室で海を見ながら飲むお茶、なんて贅沢になっていた。本当ですよね。こなんかそう、うん、そうなんですよ、ね、ヨットも見ながらね。ヨットも見ながらですよ。もうどこにいるんだろうっていう感覚になるかも。で、私本当にびっくりした。最初ここに来て茶室があった時、ココナッツウォーターでお茶でも入れるんじゃないかっていうぐらいにちょっと美味しい大丈夫かなそれは。皆さんありがとうございます。皆さんがこれを見ながらコメント欄でお話ししているのもすごい見ててね、うん、ほんわかします。ありがとうございます。すごいね、本当にいいお天気です。今日はうーん、竜神様のおひげ、うーん、地元のね、ここのさっきもションさんと話してたんですけど、うん、この公園の本当になんかいいところは観光の人とローカルの人が本当にブレンドインしてる、混じり合ってるとこなんですよね。なかなかローカルの人と観光の人が混じることないもんね。そう、混じることってなかなかハワイでもないと思ったりするんですけど、うんね、観光客が行くところとローカルが行くところはバッチリ分かれてるもんね、うん、ここはでもここはなんか両方いるよね。ミックスでいい感じにこう、うん、混じり合ってる感じがして、うんうん、とてもいい場所です。あっちに大きなバニヤンがあるんで、うんうん、駐車場もあるのでお子様連れの方もよく来てますね。息子さんがハワイ大学に行ってくれたらいいなぁ。だってリッコラニさん、ハワイ島ヒロコすごいいいですよ。とてもおすすめです。ハワイ島のハワイ大学ユニバーシティオブハワイもいいし、ハワイコミュニティカレッジっていう短大も面白いです。あ、コリン・ケイさん35年前までヒロに住んでいました。だって、なんて35年前までヒロに住んでた方がコメントくださって、その頃茶室はありませんでした。あ、そうなんだ。とても懐かしいですって。へー、そうなんですね。35年前か。うん、84、5年ぐらいにはまだなかった、ね、まだなかったんですね、うん、ありがとうございます。そんな貴重な情報をいただいて。そんなに古くもないんだね、あれのあの茶室ね。ねえ、またぜひぜひいらっしゃるときは、ね、ぜひ民宿広に遊びに来てください、うん、遊びに来てくださいね。そう、もうあと数年で築100年の、うん、プランテーションハウス、ね、ハウスで宿をやってますんで、うん、ぜひよかったね、来てください。うんうん、行ってみたいなって。皆さん見てくださってる方々ありがとうございます。サモフさん、ぜひぜひゆっこちゃんさんありがとうございます。リコラニさん、そうですそうです、ハワイコミュニティカレッジっていうのが私が行っていたハワイ大学の付属の短大ですね。私は最初そこでフラの専攻を学んでいました。大学生かな高校生かな、かわいい、楽しそうね。
ガールストーク中。いや、なんかなんだろう、あれポットラックみたいなのやってるの。あ、そっか、へ、はい、ボーイズ&ガールズ。こんな感じで大きい岩がね、うん、不思議とこう、ここもね、岩の背景不思議だよね。すごく不思議ですね、うん、まるでこう星空でも配置したかのような感じで、うん、石が置いてあるよね、うん、本当ですね。あ、そうです、本当、エコさん築100年パーティーしなくちゃですねって。うん、本当ですね。いや、本当にそうですね、うん、お祝いしたいなと思っています。うん、民宿披露に家族みんなでハワイアンパンツ姿で行きたいって。ぜひぜひぜひ、うん、ね、楽しみにしてます。コリンケイさん、さっきの方、うん、行かせていただきますってコメントくださいました。ありがとうございます。お待ちしてま す, てます、ね、早くヨガ元に戻ればいいですよね。本当ですね、うん、ストーンヘンジハワイ版ってエイコさん、本当そんな感じです。あそこのバニアン行く？ちょっと見てみましょうか、ね、こっちのバニアンツリーを、俺たちが好きなバニアン、うん、そうですね、ボブマーレみたいな、これ好きだな、私も、うん、これ太いもんね、落ちてきてる、うん、あのあれが本当にドレッドヘアみたいだよね。そうそうそう、うん、髪の毛って感じがする。鳥が騒がしくなって、いきなりどうだ、うん、なんだろう、侵入者だな、侵入者、うん、他の種類の鳥が来たハワイアンパンツ柄を見つけているうちにどんどん売り切れてって。あ、ごめんなさいね、今でもあの今作ってますからね、うんうん、そう、今日の朝もずっと作ってました。そうそう、うん、今日の朝も作ってましたね、うん、とりあえずこの間売れたね、この間人気だったやつの再販を今してますね、うん、そうですね、うん、この前の出した柄でもしこれという柄があった方はちょっとだけお待ちください。そうすると出てくるので。あとこの今僕が履いてるこの黄色のこれと、うんうん、あのあやちゃんが履いてる、ね、これも今あとちょっとあります ね、在庫。これとこれ、この2つはこっちいい感じですね、うん、これはね僕たちのですけど、うん、これは私たちのなんですけど、そうそうそう、あのまだ在庫があります、新品が在庫でありますので、うんとても綺麗です。ありがとうございます。皆さん、チェック100年パーティー行けなかったら宿題を送りますねって、うずさくちゃんさん、ありがとうございます、ね、その時までには宿を再開したいなと本当に祈るような気持ちです。すごい、ションさん、それ太太い、太い太いです、皆さん、これ、はい、これ上にほら、これツタなんだよ、ツタ。うわー、すごい、これ、ね、一応知らない人がいるかもしれないから、うん、これね、実はね、うん、根っこなんです、この木の、うんうん、そうそう、ああやってね、枝からね、上見て、上か、うん、上からね、うん、あの、こういうツタが降りてきてね、うんうん、これがね、このまま下行くでしょ、このまま下行って、うん、このこれが地面まで降りていく、うん、降りていくと、うん、ああやって枝になってって、そうなんです、こういう枝になっていくのねこれが地面についちゃうと大変なんですよね、森に太くなっていくよね、地面どんどん太くなっちゃって、うん、すごい、本当にそうそう、ほらほら、これがもうまさにそうだよね、だ上から落ちてきたツタが、うん、そうだん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 、なんていうの、石化じゃなくてこう木になって、本当でも石化に近い、うん、近いよね、うんうん、面白いよね、面白いですね。日本だとガジュマルの木っていうね、うんうん、こっちだとバニアンの木っていう、うん、バニアン、トトロがまさにいそうですよね、うん、沖縄だとこの木にキジムナーがいるって言われるね。あ、そうだ、キジムナーの話だ、うん、ぶら下がれますよ、これ本当にもう太いので。あやちゃん、ぶら下がってみれば、うん、ぶら下がって、じゃあションさんに持ってもらおう、うん、ちょっと待ってね。ああ、そうそう、ディズニーランドのアトラクションの入り口みたいですよね本当だねあるよね、こういうのありますね。はい、持つよ。
どこに行って、あやちゃんにぶら下がってもらいましょう。ちょっと長めのやつがいいんじゃない。はい、いいよ。あ、ワンちゃん。いいよ。あ、それ危ないかもよ。それ細いよ。その先っちょ、なんかもうちょっと太いのにしな。うん。この辺は？あれあれあれ。うんうん。はい。すごい。ね。上から落ちてきた。そう、こんなところにぶら下がってました。すごい木でしょ。ほら、こんな背が高い。ねえ。めちゃくちゃ大きいです。はい。はい。はい、皆さんぜひやってみてくださいね。こっちだ。すごい。神社のあのカランカラン。ああ、本当だね。あ、皆さんフレグランスをすごく気に入ってくださってるみたいです。あのハワイアンパンツに、うん、あのあ香りを。布の？うん。ね、あれなんか自然発生、自然発生というか、うんうん、ね、あのよかったね、あそこで布をキープしてね。そうですね。本当。ぜひぜひ、うん、楽しんでいただいて嬉しいです、うん、あの洗うのがもったいないって言ってくださってる方が、誰か登ってるのかな、誰か登ってる。上すごくない？これもう要塞みたいだよね。あ、登ってるじゃん。ほらほら、あそこ登ってる、登ってる、ほら。子供だよ。子供だ。ほいでほいで、ほら、ここ、ここ、ここ。あそこ、ほら。あの子すごいな。こんな高いところ行っちゃった。大丈夫かな？大丈夫？わあ、あ、これね。すごい、あの子大丈夫かな、ちゃんと降りれるのかな。でも全然お父さんとお母さんさ心配してないよ。子供は大丈夫なのか。そうそう、親が心配してるほど子供にとってはへっちゃらへっちゃらって感じ。へっちゃらって感じだったりする場合もある。すごく高かったよ。でもね、2階半ぐらいはあるよ、あの高さ。すごいです。あのこうやって撮ってたら、あのお母さんが撮ってる後ろで、うん、あの人たちも撮ってるよって私たちのこと支えてこうやって手振りました。こっち行く？行きますか？行きましょうか。行きましょう。海沿い通っていこうか。うん。広の海を。今ね、あれなんだよね。ん？さっきまで匂い、あの香りの話が出たでしょ。うん、この次になんか皆さんにお届けできるものないかなと思って。うんうん、今私はその香りの研究をしてますね。そう、翔さんすごいですよ。そう、そして今あのオイルを。うん。自作中です。そう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 。ナチュラル、スーパー、もう 100% スーパーナチュラルの、ね、うん、こっちの新鮮なお花の匂いを、うんうん、オイルに詰め込んで。そう。すごいいい匂いですね、あれ。ね。うん。ショウさんは本当にいろんな研究を日々しているから本当にすごいと思う。ね、それがまたあとちょっとし。うん、まだ数ヶ月かかるから、ね、うんうん、まだ太陽が出てこないと完成できないから、ね、うん、当たりますか？当てましょうか。当たりも当たる？これ俺の、これはショーンさんが好き、大好きな。そうだね、腹の木です。これもマイツリーだね、私の木と呼んでる。ここの葉っぱトゲがないんだよね。だから、うん、だからいい。ね、見て、あれ、うん、今にも落ちそう。どれ？あのそこの枝。あ、本当だ、枝だね。ね、本当だ。うん。あ、オイル楽しみに待っています。うん、
ありがとうございます。新鮮なハワイのお花を、うん、ね、ヤシの、うん、古代のポリネシアンの健康オイルですね、うんうん、ケイペーパーカットアウトさん、ありがとうございます。元気出してください。この景色をお届けできたらと思います。87あけみさん、少年よそれが世界中に流れてる。あのさっきの女の子でしたね、うん、ワンピース着た可愛い女の子が、そう、女の子だった。あそこまで登ってました、うん、だからすごいびっくりしちゃって。そう、お現場さんのね、可愛かったね。可愛かったけど、こっちがでも心配してるほどじゃないんだろうな、本当に。自分がちっちゃい時そんなに、だってだってそう、危ないことは怖くなかったもん。そう、そのなんかマジでやべえなってことはやっぱ子供も分かってるからさ。そうだよね、うん、そう確かに。こんぐらいは余裕って言ってやってて、まあまあそれでミスることはいっぱいあるけどね。頭から落ちましたみたいなことよくあるけど。女の子だったんですよ、うん、そう、頭からね、うん、ちょっとね、学ぶんですよね。そうさて、広べいです。広べいに来ましたね。今日の広べいです。いいね、やっぱり海は、うん、このね、いいね、うん、なんだろうな、この海の香りって落ち着くよな、うんうん、なんか大事なものがそばにある感じがする ね、うんね、うん、こっち行こうか。ん？そっち行っていい？こっち行こうよ。あ、こっち行きたい？いいよ。いや、こっちがいいかな。ヒロの町どっちに行っても見えるか。あ、こっち行こうよ。こっち行ってもいいんだよ。うん。ちょっとじゃあこっち側行ってみましょう。うん、ここ僕たちがいつも、うん、ランチ食べるとこだ、ね。ランチ食べるとこだね。ピクニックするとき。ここら辺でピクニックしようって言ったらここら辺に行きます。うん、机とベンチが、机とベンチか、うん、があるので。ほんとここピクニックするには最高のとこです。ハーダの実がなってる。あ、なってるね、うん、ハーダの実がなってます。ハラのレイとかを作る実です。実でちょっと見にくいかな、この上にあります。実でダウンタウンまで歩きました。水作ちゃんさん、お二人はお散歩ライブ以外でもよく海に行かれますかって。行きますっすね、うん、コロナになってからちょっとビーチパークが閉まったりしてるからあんま行くことなくなったけど。そうだ、ね、もう本当昔はもう毎日行ってましたね。毎日必ず行きましたね。毎日必ず泳いでましたね。宿業で、ね、仕事の量が多いから、うんね、家抜けられないからもう、うん、時間決めてね、1時間だけ毎日必ず見てたね、うん、必ず、うん、学校から帰ってきたら必ずっていうのでしたね。これまあ前も言ったけど、これ筆なん、筆、昔の人たちがこれを筆にしてたんだよね、うんうんうん、これそうそう、これにさインクつけてさ、すごい本当に、ね、それで書くさね、うん、うん、いいですね、自然のものからこうやって。今度これでお絵描きしてみようかな。やってみようか。なんか、うん、文字を、達筆をさ、達筆を書いてみようか、うん、味が出るよ、あれまで描くとね、うん、なんか間三つ的なさ、格言を考えて、腹の身も落ちるみたいな、落ちるみたいなこと怒られちゃうかな。やってみればいいよ、それ綾香ってやつ、うん、腹の身だって落ちるんだもの綾香みたいなやつ落ちるんだもの腹の身だってみたいなことだよね。何回考えても意味が分かんないやつな、どうとでも取れますよっていうことですね。うん、すごい波がよく見える今日はね。あ、あそこにアオサが生えてる、ほら。あー、ほんとだ、おいしそう食べたい。アオサが生えてますね。アオサのスープとか食べたい、飲みたいね。
ねえ、あーいいね、青さ味噌汁。あ、ここからさ、ちょうどこの小島みたいなとこから、うん、あ、ここっていつもさ、水入ってる、うん、そんなことないか、ない、初めてこっち側来たなと思って。あそこの梅の方、ココナッツアイランド、こっちがココナッツアイランドです。取ってきて食べることできるのですか？何をしますの？あ、青さかな、うんうん、うん、そうだね、青さ取って食べれますよ、うの音癒されますよね。本当にずっと聞いていられそうですね。あ、ショーンさん取ってきた、さすが。食べる？あー、美味しそう。ちょっと見せて、まず、はい、皆さん、青さ青さ取りました。今から食べます。食べましょう。うん、あといただきます。うん。わあ、美味しい。美味しい。ね。うん。あ、めっちゃうまい。積んで帰ろうか。うん。ね。どこにあった？すぐそこにある。うん。もうこの辺いっぱいある。うん、本当。美味しい。美味しい。どこ、おお、ほんとだ、あそこが一番取りやすい、うん、うん、ここからショーンさん取ってました今、うん、めっちゃ美味しい、もう一個食べよう、美味しい ね、ちょっと私こっち避難します。あ、ごめんね、え、行ける、うん、そうなんです。すごいすごい美味しい、美味しい、香ばしくて塩味ついてます、塩味がついてて、うん、これこそあれだね、あの歌だ、あのカウルベヒオケカイの歌ですよ、それこそ出汁が効いてる、うん、あの海藻鳥の歌です、大変ケイケアクって、あの歌はここのヒロのヒロワンで海藻取りをしてる歌らしいですね。まさに今俺がやってたことだねそう、その労働の話ですね、うん、乾燥青さしか食べたことないんです、うん、生、まあ、そう、乾燥も美味しいけどフレッシュやっぱ美味しいですよ、うん、あのもうピンピンでね、うん、フレッシュだと香ばしさがあるんだよね、不思議と、うんうん、取れたての青さ食べてみたいです、うん、ぜひぜひ、うん、お味噌汁と絶対合うな、合う合う、うん、あとお味噌入れなくてもあの普通のさ、すまし、そうそう、塩スープみたいなやつでさ、うん、やってもらうし、あ、絶対美味しそうだな、そうだよ、お味噌よりか俺こっちの方が好きかな、いいですね、穏やかですね、皆さんよくね、いい曲ですよね、オケ会、カウルベヒオケ会、タマムじゃない、あ、タマムだこれ、うん、ショーンさんこれ何ですか、タマムだと思います、
おお。オイルが取れる。まあちょっとこれ中腐ってるのも、うんうん、オイルが取れますね、うんうん、上質な、うんうん、肌の弱い人におすすめのオイル。そう、玉のオイルっていうオイルがあります。トロトロのオイルね、うんうん、あ、ウクレレレッスンでやりたいですって、その曲を、んその曲をやりたいです。あ、さっきのやつ、うん、あ、いいね。あ、いいね。肌の実があります。大丈夫。あ、直美さん、ハワイ行きたい病マックスって来てる。ねえ、本当ですよね。可愛いワンちゃん。可愛いワンちゃん。この木の影いいな。ほら、あそこにカヤックやってる人がいるよ。ん？カヤック。あ、本当だ。遠くですね。かわいそう、今あのモーターボートの波でやられるぞ。あ、かわいそうに。近いね。うん。チョンさん大丈夫ですかってくしゃみしてた。あ、ごめんごめん、そうくしゃみしてた。誰かに噂されてたのかしら。2回目。でも皆さんもう1時間経とうとしています。そうですね。あそこら辺、今日も早かった。あそこの向こうのさ、広辺の ビーチ映そうか、うん、じゃあ行ってみましょう、ね、皆さんも今日3時56分こちらはハワイ時間3時56分になってしまいました。皆さん今週も見てくださってありがとうございます。3日連続フラーにウクレレにお散歩に全部見てくださってる方もいて本当にありがとうございます。今日はヒロベイとリリオカルニガーデンからお届けしました。ハロー。はい、髪を作ってる人がいます。あー、へー、あ、こっちからの風景いいですね。最後はじゃあここから向こうの対岸のヒロベイを映して終わりにしたいと思います。こっちのですね。今日も穏やかな広辺です。皆さん今日もありがとうございました。うん、そうですね。いや、皆さん今日もありがとうございました、うん、今日も頑張りましょう、ね、そして、お休みの方はゆっくり休んで、うん、良い週末をお過ごしください、ね、いい週間過ごしてくださいね、うん、いい週間を過ごしましょう、うん、それではまた次回。 OK、 またね、バイ。 OK。